皆さんこんにちは、こんぽよよー、まいまいだよー。はい、ということでですね、グッズの購入品紹介と開封をしていきたいなと思います。それではですね、まずこちら、じゃーん、呪術廻戦のリアルワールドコラボですね。全然知らなくて、セブンイレブンに行った時に発見しました。すごい。しかもね、裏はゲトウで、こっちがね、表が、乙骨と、五条。そう、めっちゃ良くないですか？もうね、飲んだんですけど、捨てれなくて、洗って保管してます。そう、もう飲んだんですよ。そうだけど、ね、ちょっと捨てれないなと思って。めっちゃレアですよね。嬉しい。飾ろう。どこに飾る？購入品です。そしてこちら、じゃじゃーん、はい、これはなんとキャラスタンドコースターです。なんかこういう感じで立てるみたいですね。ちょっともったいなくて立てれない。これもね、確か対象商品をセブンイレブンで買ったのかな。そう、なんかチョコレートかなんか買った気がする。2つ買ったらゲットできるよっていうのでゲットしました。おっこつゲット、嬉しい。そう、なんか人気キャラだとすぐなくなるとか、よくそういうのあるじゃないですか。おっこつは人気キャラっちゃ人気キャラなんですけど、意外と残ってて嬉しかった。こっちのとこかな。はい、そしてですね、今回こちらを開けて飾っていこうかなと思います。じゃーん、まあ、こんだけ集めた。じゃん、呪術廻戦ゼロのスマホスタンドキーホルダー、前回動画でね紹介したんですけど、まあちょっとこれ開封もしてなくて。そうなんですよ、一個だけ開封したんですけど、こんな感じ、ここにスマホを立てるらしくてね。そうそう、ちょっとこれ全部飾りたいなと思います、今回。開けていきますね。ミニコ&ナナコ、そしてゲット。こういうのね、飾らないで撮っとく、飾らないで撮っとく？保管するって人もいると思うんだけど、私は、こういうの宝の持ち腐れになると思うんだ。飾らなきゃ。そう。だから飾ります。同級生メンバー、ちょっとチェーンはつけないで飾ってみようかな。こんな感じで、後ろこんな感じなんだ、すごい。お、なんか柄いっぱいあるとこうやって立てた時すごいいいね。そして、五条先生とおっ、あ、いいね。うわー、嬉しい。アクスタみたいな感覚。そして、これですね。よいしょ。あ、これはこうなんだ。なんかもっとさ、この絵柄全部さ、こっちにもあるんかと思ったら、こうでした。はい。こんな感じ。これはちょっとね、これと一緒だから開封しないで撮っとこうかな。うわー、この二人好き。超好き。トゲと、すごい好きだわー。好きだはー。この二人すごい好きだはー。おー、いい！めっちゃいい。強くない？こんな感じになりました。豪華。そう、でね、久しぶりに私は今、実家に帰ってきてるんですけど、そう、実家でずっと、作ってる最中だった、乙骨の刺繍が出てきた。この乙骨のね、顔めっちゃ好きなんですよ。刺繍しようと思って、これ
だいたい2ヶ月ぐらい刺繍してたんですけど、そう。そっからね、あんまりその実家に帰ってくることが少なくなっちゃって、時間もなくなっちゃったから、もうこっから進んでないんですけど、ちょっといつか、ちょっともう死ぬまでには完成させたい。なと思います。そしてね、今回は全然呪術廻戦と関係ないんですけど、このガンダムマンチョコ。結構しかも前のやつなんですよね。ガンダムマンチョコをちょっとね、買ってたものに開けてなくて、ちょっと開けたいなと思います。ほんとね、この動画見てる人も呪術廻戦しかね、ちょっと興味ないぞって人もいると思うんですけど、ちょっとよかったら見てみてください。開けてみます。いきます。何が出るかな。お、奥に入っちゃった。いきまーす。ドドドドー。お、おー、ノーマルガンダム。ノーマルなガンダムでした。 RX-78 ガンダムかな。はい、かわいい。私実はガンダムも好きなんですよね。はい。すいません、私のこれはほんと個人的な趣味の配布でした。まあこれも全部趣味なんですけど、ね、けれども。はい。はい、ということで。はい、ということで。こんな感じで今日も開封していきました。ぜひね、皆さんチャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ。